皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ今回は何をご紹介していただけますか？源の清麿です。来ました、来ましたよ。多分皆さん知っている方の方のが多い刀匠さんじゃない？有名でしょ。ね、新選組のね、誰でしたっけ？もったいぶんなくていい。こがついた人だな。ですね、近藤勇さんが、使っていたんではないかという説。まあ、本当はね、虎徹っていうふうに言われてるんですが、似てるんだよね。どっちみちすげえわ。どの道すごいんですが、まあ、幕末の刀鍛冶、新進刀器の刀鍛冶の中では1位2位を争う人気がある刀匠さんなんだよね。位列は1位だけどな。そうですね、推進士より上になってるんですよ。位列は1位。そうなんです、そんな素晴らしい清麿なんですけれども、早速こちらにご用意してみましょうか。いきますか。はい、じゃあご用意しましょう。いきましょう、せーの。はい、ご用意できました。今までで一番長いんじゃないかな。冗談じゃないよね。うん。でさ、長いのに刀置きだから、余計だよ。下にこう行くからね、非常にこの画角決めるのに苦労しました。さあ、どうなってるでしょうかね。あ、もこもこ系で、皆さんここ気づきましたかね。これ全部切先なんですよ。15センチありますから。手のひら置いてあげると分かるかも。こう大きさ比べ、こうですよ皆さん。自分の手と比べてみれば分かると思うんですけれども、本当に中指から手首くらいまである扇先なんですね。そしてここのね、中も普通の長さじゃんと思われがちですけれども、ちょっと手を置いてみますね。これ、あ、でも見えないか。見えないね。そう、ですね、この長さあります。でかいね。でかい、すごく長いんですね、それもあってここに置くのちょっと苦労したんだよね、さあそんな清麿さんなんですけれども、穴は一つで、ここは無名なんですが、どうしてこれ清麿ってわかんの？ちょっとまあね、このあと研ぎ師目線の映像と写真で詳細のところを見ていけば、間違いなく清麿であるっていうのが分かる特徴ありありっていうことなんですよね。ありありです。そうなんです。では早速、研ぎ師目線でその特徴ありあり見てってもらおうかな。あります。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、では研ぎ師目線の映像いってみましょう。どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ初めに中子の様子見せてもらっていいですか？はい。あ、長い。あ、でも刀表ですよねこれね。そうです、無名のようですね、はい、はい。では全体の刃文見てみましょう。おとなしく始まってボコ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 と、いわゆる具の目。そうですね。なんだけど、高低差があるというか、大とか小とかが混じってる感じ、だから、大具の目乱れとかって言っていいのかな、こういう場合はね。そうですね。ピント合わねえから行くわ、もう。そうね。はいはい、どうぞ。よいしょ。わお。すごいね。あれ、じゃあ、もう匂い口それ見えるんじゃないかな。見えるね。これは、あら、匂いだぞ。煮え出来の中でも、煮えの粒の粗い、粗煮えのようですね。早春の出来だからね。そうだね。さあ、じゃあ、ゆっくり上行ってみると、どうかな。すごいね。すげえ。おお、この鉢の左側、太い筋。はいはいはい。があるけど、これは、これね、よいしょ。要はまあ、金筋稲妻の類ですよね。そうだよね。砂菓子にしてはちょっと、太すぎちゃうよね。そうですね。もうちょっと落ち着くもんね、砂菓子だと。そうですね。すごいね。じゃあ、刃文の変化。
見ていってみましょうか。一気にこっから行くよね。よいしょ。ああ、重い。重いよね。そうなんです。これ、いわゆる新進刀という幕末の時代の刀なので、通常の重量より、重いというのが特徴でまったりするんですが、うん。これは間違いなく大具の目乱れのようですね。うん。いや、すごい。刃文ってこんな黒いんだね。はい。これ、さやぞれ。ギラって今しちゃったやつね。うん、はい。肌の様子って見えます？これね、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。木目肌ですね。そうだよね。今映像を通して見てると、無地、うん、のように見えるんだけど、これはよく澄んだ木目ってやつだよね。そうそうそう。でですね、やっぱ、そうそうそう、その角度。すごい白く見えますよね。うんうんうん、ジニエですよね。ジニエ、これかなりきついんじゃないかな。相当きついですよ。ねえ。相当です。うわぁ。ジニエの化け物ですね。そうだよね。あ、切っ先来たようなんですが、皆さんすごいデカさですからね、これ。手のひらを抜けていくデカさですね。さあ。ちょっと待って、危ない。これ危ないね。うん、さあ、登っていく、行くところが、これ乱れ込んでるんだね。乱れ込んでますね。で、頂点はちっちゃく U ターン。そうですね。はい。ああ、で、帰ってんだね。そうす。じゃあ、反対側は？あ、同じ様相かな？乱れてて、あ、でも、頂点も若干こっちは乱れるんだね。うん。ほら。ね、うお、すごい。ね。うん、面白いです。じゃあ、下行ってみましょう。あ、なんかさ、うん、こっちの匂い口はさ、ギラッと白くなるところ、があるね。そうだね。締まり気味だよね。こっちの方のが。だから、匂いも混じってんのかな？そうだね。ああ。けれども、うん、メインになるのは、うん、まあ、アラニエであると、うん。いや、すごい迫力だよね。すごい。あ、ね、ここの一旦ストンと落ちる部分だったら地肌見えるかと思うんですが、うん、やっぱ木のすごい細かいやつっていうのよくわかるね。わかりますね。無地っぽいもんね。うん。綺麗ですね。いや、すげえ。で、また、もこもこが、下火になって、スッと終わっていくと、うん。いや、素晴らしい。さあ、戻ってきたようです。反対側の中後。あ、こちら側も、無名と。うん、はい、わかりました。重くて大変だったでしょう。かなりね。ねえ。よいしょ。はい。ありがとうございました。それでは、細かく見ていきましょう。はい。刀無名、源の清麿。清麿は、新進刀の祖である水心氏正秀、その弟子である大慶直胤と共に、江戸散策と呼ばれる名工で、幕末に活躍した刀工の中では、特に人気のある刀工となりますよね。当初は、刀工ではなく、武士として身を立てる望みを、まあ、抱いていたと伝わりますが、剣術家の久保田菅根の勧めもあって、刀工として身を立てるよう説得され、本格的に刀工としての道を歩むこととなります。江戸の四ツ谷に従したこと、また、総集伝を手本とした迫力ある作刀が評判を得たことから、四ツ谷正宗とも称されました。素晴らしい名声を得たのもつかの間、人気絶頂であった42歳にして突如自ら命を絶ってしまうという、壮絶な生涯を送りました。作刀期間が短いこともあり、現存する清麿は大変貴重なものといえます。作刀年代は江戸時代後期頃、今からざっと180年から200年前となります。刀剣の時代区分としては新進刀、伝法は主に総集伝となる新刀特伝となります。では次に中郷を見てみましょう。はい、長いですね。うん、どうやら作刀者の名前はありません。ですので無名となりますね。次にめくぎ穴の数に注目してみましょう。はい、一つですね。ですのでこれは作られた時の長さそのものということになりますので、
産中子と呼ばれますよね。はい、じゃあ次に大敗いきますね。すごいね、すごいですね。じゃあトレースライン入れてってみましょう。羽ばきの近くに反りの中心位置があり、物打ち付近はまっすぐな見た目になっているようなんですね。ただ皆さんだったらこれどう大敗名前つけますかね。なかなか難しいんですよ実はね、うん、なんだけど僕だったらはこうします。南北朝時代の大立ちをすり上げたような姿で清丸独自のアレンジが施された独特の大敗っていう風にするかな、うんうん、ちょっと独特だよねこれね。独特だね、うん、かなり何型にもやっぱ見えるね、こう見てると、ね、長巻きにも見えるし、うん、すごく難しいんですが、うん、こうかな、うん、という感じなんですが、合ってます？合ってるね。あ、よかったよかった、うん、じゃあ次ね、刀身の様子行ってみましょう。はい、まず刃文ですよね。じゃあちょっとトレースライン入れますね。中くらいの波や大きめの波が混じった大具の目乱れのようなんですね。こういうの大具の目乱れって呼ぶんですけれども、また波中を拡大してみると、拡大いきますね、はい、光沢のある太い筋がしっかりと確認できますよね、うん、これは煮えがつながった長く太い線である稲妻の強烈なもの、激しいものになりますね。ですのでここでは大具の目乱れに激しい稲妻現れるとしましょう、うん、そうだよね、うん、でもこんだけ太い稲妻は他、うん、あんま見ないよね。砂がしになっちゃうもんね。とかすだれ場に近いよね、うん、あ、そうですね、うん、そう、あの丹波の神義道でご紹介したすだれ場に近い感じにも見えますよね、うんうん、じゃあね、匂い口いきますね。すごいことになってますからね、うん、はい、いきますね。じゃあトレースライン入れてきますね、うん、はい、ゴツゴツとした煮えの粒がたくさん見えますよね、うん、ね、これだけでもいいんだけどもっと拡大してみたんです、はい、いきますよ。わかなり強烈な凹凸のある荒煮えになってることがよくわかりますよね。すごいですね。こんだけボコボコしてんのも初めてでしょ。スプレー吹きつけて、あ、そう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 、ね、あのヘッドマウントカメラの時にはね、ビシッと白い線に見える匂い液に見えるところがあるっていう風に伝えてたんですけれども、あの荒煮絵の方が圧倒的に多く見えるんですよ、うん、なので結論としてここでは荒煮絵液としましょうかね、うんうん、ね、これはもう、荒煮絵歴以外の何者でもない、ね。すごいね。よね。だから、以前ご紹介した、水田の匂い口、覚えてらっしゃいますかね、はいはい、うん、うん。もう特徴的だったんですけど、清丸もね、負けず劣らず、かなり特徴的な匂い口になっているようなんですね。うん、これ、研ぐの大変でしょ。かなり。てか、これ、俺研いだやつなんだけど、昔。はい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 。いやー、分かったよ。硬いよね。マジで硬かった。あの、僕これ拡大しようと思ってなかったんです、うん。なんだけど、どうなってるんだろうって形見るのに拡大したら、まあゴツゴツ系ですよね。うん、水田よりは粒はちっちゃいかもしれないんだけど、うん、それよりこの凹凸よ、うん。これは砥石当てててもガリガリっていう感じすんの？いや、ガリガリじゃないんだな。ああ。ツルツルなんだな。で、あの油引くじゃないですか、最後というか納刀するときに触ってみたのね、こう油引きながら、うん、別にゴツゴツしてるっていう感じではないんだよね。硬いんだよ。硬いよこれ。本当にね、仕上げ砥石当ててもね、うん、なんかビー玉こすってるような。あ、うん、あ、そういう感じなんだ。そう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 。これはね、ぜひね、皆さん目に焼き付けておいてください。多分ここまで強烈なのはないと思うんですよね、うん、出てきたらまた比較できるけれどさ、うん、ね、すごい匂い口ですね、うん、はい、じゃあ地肌の様子いってみましょう。
はい。じゃあ、ちょっと切字しますね、うん。無地肌にも見えるような、よく積んだ木目肌を主体とし、全体は白く見えるため、地に絵も強烈についていると言って良いでしょう。うん、ですので、よく積んだ木目肌に地に絵激しくつくとしましょう。うん、目視では、板目肌や柾目肌が確認できたんですけれども、あの写真になると地に絵が際立っちゃうんだよ ね、これ多分、うん、なので板目とか柾目っていうのはさほど目立ってないようなんですね、うん、だからここから分かるのは単純に地に絵の化け物と言えそうですよね、うんうん、これあと左側っていうんですか、うん、黒い点々見えます、うん、ポチ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 左側の方に若干飛んでると思うんですけど、うんうんうんこれ波紋側なんですよ、はいはいはい、だから煮えが吹っ飛んでんでしょこれ、ね、すごいことになってるんですねおとなしい肌に見えるんだけどやっぱ地煮えが強烈ってことなんだよね煮えが吹っ飛んじゃってるからすごい肌ですねはいじゃあ帽子の様子いってみましょうあの切っ先でかすぎてねおこれギリギリを入れたのあでかい横手筋あんな下だででかいね。そう。じゃあね、トレースライン入れてみますね。はい、かなり、乱れながらね、登っていって、頂点は小さく U ターンしているようなんですね。うん、ですので、ここでは、乱れ込んで困るとしましょう。いや、見事な扇先と大胆な乱れ方ですよね。うん、ね。いやー、よく割れなかったね。ほんとだよ。これ、技術ないとできないでしょう。ああ、すごいね、これ。強烈ですね。はい。では、本日のまとめをしていきましょう。はい。大敗は、南北朝時代の大立ちをすり上げたような姿で、清麿独自のアレンジが施された独特のものである。作られた時の長さそのものの中子は、産中子と呼ばれる。波紋は、大具の目乱れに激しい稲妻現れる。匂い口は、荒煮えでき。地肌は、よく積んだ木目肌に、地煮え激しくつく。帽子は、乱れ込んで困る。以上が本日のまとめとなります。いかがでしたか？清麿の特徴、迫力、伝わりましたかね？いやー、すげえジニエと、そして大敗と、あと重い。重い。重い。そうだね、これも歴代1位の重さと言っていいですね。重いよねー。重い。じゃあその重いのをもう一度ご覧になってみますか？はい、はい、疲れてんじゃん。かっこいい。やっぱかっこいいね。あ、すごいね。本当にさ、南北朝時代頃のさ、大立ちの先ですっていう感じするよね。うん、重さが幕末。うん、そう。形は南北。南北。しね。そしてしのぎの高さは山と冬。そうそうそう。明らかに骨を立つ。そう。うん、あのとにかくがっしりしてるよね。で、あの見方によってはね、あの扇先ってお伝えしたかと思うんですけれども、もし横手筋なかったら男なぎなたに見えるよね。見えますね。うん、とか長巻きとか、うん、すごいよ。いやー、これは本当にすごい。あの迫力すごいのに、まあ、迫力があるっていうのは、まあ、大敗だけ見てもっていう風なイメージなんですけれども、波紋を見てもド迫力、うん、で、じゃあ地肌も派手なんだろうと思うとしっとり、うん、素晴らしいバランスだよね。いい。あー、いやー、清麿はすごいね。ねー。だけれどもね、壮絶な生涯を送って、うん、若くして亡くなってしまったっていうところもまたこうミステリアスというかね、うん、あのドラマとか小説になる理由はそこにあるのかなというふうにも思うんですけれども、うんうん、他に清麿ってあったっけ？清麿は玉木とか、玉木、うん、全名、正幸とかだったら
あとお兄ちゃんのやつもあったかな、マサオさん、うん、うん、あだね、うん、でもね、あのお兄ちゃんが、うん、清麿さんがね亡くなった後にずっとお仕事されてたんだよね、うんうん、でまあその頼まれたものをちゃんと納品してっていう風にしていたんですが、まあお兄ちゃんも上手ですよ、上手ですね、すごいよね、で門下生も上手なんだよ、そう、うん、そうみんな上手なんだよ、そうだからもともと一番最初はお兄ちゃんのところで清麿さんは刀習ったんですね、うん、でその後また違うところで習うんですけれども、うん、なのでお兄ちゃんもやっぱりものすごく上手ということなんですが、うん、あれ作風は似てるんだっけ、いやちょっと落ち着いてるよね、落ち着いてる、落ち着いてる、ここまでぶっ飛んでないよね、いうん、そうそうなんです、そうなんです、うん、でも見てあやっぱり山浦系だなと、うんうんうん、あの清麿系だなっていうふうに、うん、あの分かる作風はしてるんだよね、うん、あじゃあいずれそれもご紹介して、うんうん、弟くんとどういう違いがあるのか、うん、なんていうのも検証してみたいと思うんですが、うん、どうでしょう、いいんじゃないですか、面白いと思うよね、うんうんうん、はい、じゃあ皆さん正雄さん出てくるまでぜひ楽しみにお待ちください、うん、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い、バイバイ。